今回はホンダが開発中の電動垂直離着陸機ホンダ EV トールについてです。皆さんは EV トールという航空機をご存知でしょうか？ EV トールとはエレクトリック・バーティカル・テイク・オフ・アンド・ランディング・エアークラフトの略で、電動垂直離着陸機を指します。近年ホンダをはじめ、ボーイングや NASA、エアバスなど、国内外の企業が物を運ぶための EV トールや、大型の有人 EV トールの開発を進めています。中でも、ホンダが開発している EV トールは、今世界中から注目を集めているんです。今回はホンダが開発している新型航空機である EV トールについてお話ししていきます。動画が良ければいいねで応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。ホンダが EV トールを開発。ホンダはこれまで車やバイク、飛行機など様々なモビリティを開発し、たくさんの移動手段を私たちに提供してきました。そして、新しい時代のニーズに応えるため、さらに進化した形の移動手段を模索しています。その最前線にあるのが、今注目されている EV トールです。ホンダは2019年頃から、EV トールの開発を本格的に始めました。そして2021年9月にはホンダ EV トールという名称とともに開発計画を公にしました。EV トールはその名の通り電動で垂直に離着陸する航空機で、ヘリコプターや一部のドローンに見られる機能をより先進的かつ環境に優しい形で提供します。大きな騒音や汚染を発生させることなく、都市のビル間や狭い地域でも安全に離着陸が可能です。これにより、都市部での移動手段が格段に便利になるだけでなく、地方やアクセスが難しい場所への移動もより容易になります。また、ホンダはこの EV トールを単なる交通手段としてではなく、生活の質を向上させるための一環として考えています。地上と空のモビリティを組み合わせた3次元のサービスを提供することで、人々が住む場所や働く環境がより自由になるでしょう。例えば、現在地上の通勤時間が長い人々が EV トールを利用することで、その時間を大幅に短縮でき、より多くの自由時間を得ることが可能です。さらにホンダは、この新しいモビリティを既存の公共交通機関や他のホンダ製品とシームレスに連携させることを目指しています。予約システムやインフラ、運行管制システムを含む総合的なモビリティエコシステムを構築することで、最適な移動ルートやスケジュールを提案し、ユーザーにとって効率的かつ快適な移動が実現可能です。そして EV トールの開発はビジネス用途にとどまらず、日常の通勤や通学、さらには緊急搬送や物流といった多様な用途に適用されることが期待されています。ホンダ EV トールの特徴。ホンダの EV トール開発では、これまでに培われた様々な経験と技術が大きく活かされています。ホンダジェットでの航空機の設計と製造に関するノウハウや、自動車分野でのハイブリッド技術、F1 レーシングでのエンジニアリング技術、そしてホンダ独自に開発してきた安全運転支援技術など、様々な技術が組み合わされています。そして、ホンダが何よりも EV トールの特徴として重要視しているのは安全性です。機体設計においては、垂直離着陸に必要な8つのローターと前進飛行を助ける2つの推進用ローターを採用。これにより、一部のローターが機能しなくなった場合でも、他のローターがその機能を補い、安全に飛行を続けることが可能です。また、このマルチローター構成により、ローターの小型化が実現し、ヘリコプターに比べて圧倒的な静寂性が得られ、乗員だけでなく周囲の環境に対する影響も最小限に抑えられています。さらに、他の EV トールと差別化される特徴として、ホンダの EV トールにはガスタービンハイブリッドパワーユニットが搭載されています。これにより、バッテリーのみで動作する他のオールエレクトリック EV トールが 100km 程度の航続距離を持つのに対し、ホンダのモデルは 400km 以上の距離を移動でき、より広範な用途に対応可能です。これにより、都市間移動だけでなく、より広い地域での利用が見込まれ、モビリティエコシステムの中心としての役割を担います。ホンダが航空機と自動車の産業で培った技術とノウハウを結集させた結果、その EV トールはただの航空機を超え、移動の未来を形作る革新的なモビリティソリューションとしての可能性を秘めています。これによって、ホンダは新たな空のモビリティの時代をリードしていくことでしょう。ハイブリッド技術を応用。ホンダの EV トールはハイブリッド技術が重要な役割を担っています。先ほどお伝えした通り、この航空機にはガスタービンハイブリッドパワーユニットが搭載されています。このハイブリッドシステムはガスタービン発電機とバッテリーを組み合わせたシリーズ、ハイブリッド方式で動作する仕組みです。このシステムは、揚力と推力を生み出すために、プロペラ、ローターを駆動するモーターに電力を供給します。このハイブリッド技術の利用により、ホンダの EV トールは非常に効率的な運用が可能となります。特に垂直離着陸時には、大きな出力が必要とされるため、ガスタービンとバッテリーの両方から電力を供給することで、必要な高度を確保しつつ安全に離着陸を行うことが可能に。高度を確保したクルーズ時には、ガスタービン発電機で生成した電力を効率的にバッテリーに蓄えつつ、その電力でモーターを駆動し続けることもできます。このシステムによって、ホンダの EV トールは、より少ない燃料で長距離を飛行できるよう設計されており、持続可能な航空移動ができます。ホンダのこうした技術の応用は、EV トールが提供するユニークな価値の一つであり、市場で他の競合製品と区別する大きな特徴と言えるでしょう。4時間から2時間に短縮？現在 EV トール市場には多くのスタートアップや企業が参入しています。その中で最も一般的なのは、バッテリーのみをエネルギー源とするオールエレクトリック EV トールです。これらの機体は主に 100km 程度の近距離飛行に適しており、都市近郊でのタクシー用途や短距離移動に限定されます。しかし市場調査によると、 EV トールによる移動の需要は最大 400km 程度の都市間移動で特に高いことが明らかになっています。この距離をバッテリーのみでカバーすることは現在の技術では困難であり、今後20年間でも解決が難しい課題です。しかしホンダはこのギャップを埋めるために、ガスタービン発電機とバッテリーを組み合わせたハイブリッドシステムを採用し、より長い航続距離の実現を目指しています。例えば北米では 400km の距離は自動車で 3-4 時間かけて移動します。しかしホンダのハイブリッド EV トールを利用すると、この移動時間を2時間程度に短縮することができるのです。EV トールはヘリコプターのように特別な滑走路を必要とせず、都市の屋上など限られたスペースからの離着陸が可能であり、その巡航速度は自動車の2倍以上に達します。これにより、ユーザーは時間を有意義に使うことができるようになり、特にビジネスの効率化や個人のレジャー活動に大きなメリットをもたらすでしょう。このように、ホンダのハイブリッド EV トールは、世界各地でその発売が期待されています。2050年に100兆円になる？将来の EV トール市場に対する期待は非常に高くなっています。特に EV トールは電動、垂直離着陸、自動操縦という3つの革新的特徴を持ち合わせており、ヘリコプターや他の航空機と比較して運用の柔軟性が増す上、環境負荷が低減され、運航コストも大幅に削減される見込みです。矢野経済研究所の調査によると、EV トールの市場は2025年にはわずか146億円ほどですが、2030年には6兆3900億円、2035年には19兆5800億円、そして2050年には122兆8950億円という著しい成長が予想されています。この市場規模の拡大は EV トール技術が成熟し、商用化が進むにつれてより多くの用途での活用が可能になるためでしょう。例えば大阪・関西万博やパリ夏季五輪といった国際的なイベントでのデモ運行を成功させることが EV トールの社会実装への大きな一歩となります。これらのイベントでの商用運行が実現すれば EV トールは危険という認識を払拭し、その安全性と利便性を広くアピールすることができるでしょう。また大阪府では2025年の万博を契機に EV トールを使用したビジネスモデルを展開し、その後も定期的な商用運行へと発展させる計画です。このように EV トール市場の成長は技術的な進歩だけでなく、国際的なイベントや実用化のスピードにも依存しています。市場が拡大するにつれ、都市部でのエアタクシービジネスや緊急医療搬送、物流といった様々な分野での利用が現実のものとなり、2030年には7000機が運行するとも予測されています。商用化が実現すれば、タクシーの 1.5 倍の運賃で移動時間が5分の1に短縮できるとも言われています。これらの進展が EV トールをモビリティの未来の主役へと押し上げることにつながるでしょう。まだ実用化には至っていませんが、ホンダが EV トールを開発することで、私たちの移動手段は大きく変わるかもしれません。皆さんは今回紹介したホンダの EV トールについてどのように思われますか？コメント欄でお待ちしております。さらにこの動画が良ければ、いいねとチャンネル登録していただけると大変励みになります。X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。